沖縄慰霊の日の今日、78年前の沖縄戦で戦死した道内出身の旧日本兵の遺品が今日遺族のもとに届けられました。札幌護国神社で行われた沖縄戦戦没者慰霊祭。鈴木久子さん87歳は78年前沖縄戦で道南の七飯町出身の父米城義雄さんを亡くしました。父親の最後は終戦の年の6月4日早朝でした。沖縄県糸満市でトラックを運転中にアメリカのグラマン戦闘機の銃撃を受け即死したとトラックの助手席に乗っていた戦友から伝え聞いたといいます。今日鈴木さんに届けられたのは戦地に赴く父義雄さんに職場の同僚が送った寄せ書き日照記です。やっと遺品の一つが手に入ったの。日照記はアメリカ陸軍の兵士が持ち帰り、死後息子のジョン・ディ・コルベル氏が地元の在郷軍人会に寄贈しました。軍人会は日照記の名前を手がかりに旧日本兵の遺品返還活動をしているアメリカの NPO 法人お盆ソサエティに遺族の捜索を依頼、およそ2年半がかりで長女の鈴木さんを探し出し今日の返還となりました。うん、母親の写真をと弟の写真をこの旗でくるんでお香を焚いてと思っております。久子さんのようにご遺族がいらっしゃるこの時期にやっぱり、まあ、お父様、おじ様、おじい様の怒りのものをやっぱりその手に届けてあげたいと。お盆ソサエティは来月と再来月にも沖縄戦で戦死した日本兵2人の寄せ書き日照記を遺族に返還します。